開幕した札幌ホワイトイルミネーション。44回目を迎える今年は電球を去年より2万個増やし、77万個の光で札幌の冬を彩ります。大通会場の5丁目では星や宇宙をモチーフとして透明なドームの光に合わせ周りの光も変化する演出が今年初めて登場します。札幌ホワイトイルミネーションは札幌中心部の5つの会場で行われ、大通会場は来月25日まで毎日午後4時30分から点灯されます。